ブノワー・ミュージーは、スイス出身のオートバイレーサー、ドライバー。ブノワーは、スイスの政治家、ジャンマリー・ミジューの息子として、フリブール生まれた。農学者の資格をベルンで取得し、第二次世界大戦中は空軍に属した。彼は、父の助力を受けながら、テレージ・エンシュタット強制収容所に収監されていた1200人とも、 言われる多くのユダヤ人を救ったとして、1944年に有名になった。さらに彼はレースの世界に身を投じたことで、さらに著名な人物となった。オートバイでは元グッズを買ってロードレース世界選手権に出場し、自動車レースでは主にマセラッティに乗り、1950年代中頃のヨーロッパスポーツカー選手権を何度も制した。彼は1956年、 フランス・エソンヌ県のオータドロームでモネルーリーで開催されたレース中の事故で死亡した。1949年のポイントシステム1950年から1968年までのポイントシステムハットホロコーストレスキューハットブノアムシーザオフィシャルモートジッピーウェブサイト。ありがとうございます。